誘発、あ、うまそう。あ、ソルティードッグ式になってる。すごい綺麗だよね。あ、うまそう。リクタビです。今回は JR 山手線御徒町へやってまいりました。かわいいパンダさんがお出迎え。 JR 御徒町駅から徒歩2分。今回お邪魔するのはもつ焼き店アメ横店さんです。メニュー、赤丸はおすすめのもの、その他ホワイトボードにもおすすめメニューがあります。店さんはシャリキンです。暑い夏には最高ですね。ホッピーセット白と黒で乾杯。おお、シャリキン美味しい。効くね。これがマカロニサラダ。マカロニサラダ、振り切れる確率の高い大人気商品。これが、これ牛もつの煮込み。牛もつ煮込み、牛もつがゴロゴロ、赤みそ仕立てですね。いただきます。店さんは15時開店です。直後に入店しましたが、ご覧の通りたくさんの先客。この時カウンターで後ろにも多席はあるのですが、声をかけないと通れないくらい狭いです。椅子席2階もあるようですが、この時間は開放していませんでした。牛すじ煮込みはどう？八丁味噌でしょうか。濃厚ですがしつこくなく、むしろあっさりしています。この濃密さとホッピーは合うよね。マカロニサラダはベーコンの塩気でジャンキーです。マヨ感はあまりないけど、ゆで卵も入っているので、おかずとしても満足度が高い。初手からがっつりいってしまいそうなおつまみで、一杯目速攻で飲み干す。中シャリキンおかわり、外1、中2杯でおしまい。ホワイトボードメニュー、とろレバ刺し。トロということはとろける感じかしら。この分厚さよ。ごま油のタレがかかってるんだけど、その喉越しとともにつるんととろけてしまう。歯はいらないやつです。柚子胡椒のアクセントがさっぱりしていいですね。これ牛ハツ刺し、一番食べたかったやつです。レモン搾る、柚子胡椒、ネギたっぷり。私牛ハツ刺し初めて食べるかもしれない。これがね、とってもさっぱり、いい歯ごたえなんです。柔らかいし、しっかり牛の肉肉しさも感じます。わあ、これは美味しい、感動ものです。刺しは遅い時間帯だと売り切れる可能性が大です。食べれてよかった。続いてレモンサワー。店さんのレモンサワーはお塩付き、もちろんシャリ。このお塩、いい塩梅すぎて舐めたくなるんですけど、おかわりはグラス交換制なので、長く楽しむためには今舐めすぎてはいけません。あれすごいね。個人的には刺しやレモンサワーが合うと思いました。甘くないレモンサワーとお塩、お料理に合うよね。レモンサワーおかわり。旦那さんは1杯目でお塩ほとんど舐めたのでありません。おかわりのたびにカットレモンを入れてくれます。シャリキンの濃さも際立ち、いい感じです。すごい綺麗だよね。赤丸おすすめメニュー、酢豆腐。酢豆腐とは何だと調べたら、語源は落語から来てるみたいです。知ったかぶりの若旦那が腐った豆腐を食べさせられ、酢豆腐だと答える落語。要は知ったかぶりってことかな。こういう料
氷は初めて食べたけど、梅酢につけたお豆腐って感じです。酸っぱくて美味しいし、ちびちびいけるおつまみ。暑い夏、食欲がなくても食べれちゃいそうです。はい、ここからは串いきます。頭塩、ペンさんのこの赤いやつ、これもね特徴的だと思いますよ。辛い生姜、つけすぎると辛くてしょっぱいから、これもちびちびいくやつ。頭はもちろんジューシーでうまい。軟骨塩、一口目にネギが巻いてある回転。そういえば味の指定は特にしなかったから基本お任せです。軟骨、いろんな食感が楽しめる。にしてもこの軟骨綺麗ですね。赤丸のおすすめ鉄砲タレ。ちびちび行きたいとこだけど、軟骨の食感を楽しむべくあったかいうちに行っちゃって大正解。うまみジューシー、コリコリ食感、楽しい。一気に絶対食べちゃった方がいい。私は鉄砲をいただきます。鉄砲は直腸希少部位。うわ、美味しい。歯ごたえがあり、ずっと噛んでいたい。白よりさっぱりですね。この可愛いフォルムは谷中団子、夏季限定。谷中生姜につくねがまとっています。この時期ならではの江戸野菜、谷中生姜。熱々つくねは塩コショウしっかりなんだけど、タレも若干塗ってある感じ。このつくねはしっとり肉汁が閉じ込めてある。炭の力で表面は香ばしい。これが最高にうまい。中の谷中生姜も負けてない存在感。谷中団子10個ぐらい食べたい。店内も相変わらず込み込みで回転が早いので、これで締めたいと思います。レモンサワー中おかわり。最後の一品に選ばれたのは豚軟骨の煮込み。豚軟骨の煮込みなんだけど、やっぱそうこれはびっくりですよ。ほろほろと軟骨が柔らかい。そしてうまみの効いた優しい塩味。辛い生姜でお好みの塩梅に。軟骨の身しっかりついてますよ。もうこれ最後にね、大優勝してしまいました。これすごくおすすめ。ていうか全部おすすめです。味付けに飽きないから全制覇したい。ものすごい活気のある店内です。お一人様はもちろん女性グループも多かったです。あの有名な水道橋本店の店さんがアメ横にお店を構えたということで、さらに活気づいていますね。観光で来られた方にもぜひおすすめしたいです。ごちそうさまでした。もう少し飲みたい、食べたい、みんな大好き布袋ちゃんへやってまいりました。布袋ちゃんは上野に何店舗かありますが、こちらはアメ横内、立ち飲みや老舗店がひしめくエリア、上野店です。メニュー数は数多く、海鮮、お肉、揚げ物、ちょいつまみ、サービスメニューまで幅広い。いつ来ても新しいメニューに出会えます。楽しいですね。ビール、ハイボール、チューハイはお値段倍で 2.5 倍のメガジョッキにできます。私たちはレモンサワーのメガで乾杯。このサイズいいよね。メガジョッキがあるとつい頼んでしまう私たちです。これは鳥、やってきました。アウトレット価格の鶏ごぼうつみれ。タルタルソースの量やばいです。そしていつでも食べたいポテトフライも注文。ああ、フライングつまみ食いした。これが、なんかたこ焼き？昨日やったよね、たこ焼き。ちなみにこの日の前日、家でたこパしました。タルタルをたっぷりのタルタルソースが嬉しいですね。いただいてみましょう。鶏ミンチにごぼうの食感、カリッと揚げてるからジャンキーなおつまみ。でも結局タルタルに味持っていかれました。布袋ちゃんのハメックはお気に入り。でこの、この分厚いハムがお得感。しかも鉄板で出てくるから熱々。黄身ももちろん半熟です。美味しそうなの。
鉄板で出てくるハムエッグはなんとなくおしゃれ。これもね、私たちホテイちゃんに来たら必ず頼むもの、お気に入り、ニンニクオニオン。名前からもうすでにうまい。しかもこれ200円です。税込み220円だからね。ニンニク臭くならないの？なんてごはっと。暑い夏みんなでニンニク食べてスタミナつけて元気に乗り切ろう。やば、めちゃくちゃうまい。ニンニクとバター、玉ねぎ、最高のカロリースタミナ爆弾。このニンニクホクホクで匂い全然平気でした。今日レモンサワー飲みまくってる。豚しゃぶもやし、ね、ちょっと健康意識して頼んでみました。豚しゃぶもやし、バンバンジーの豚バージョンの味。こういうのって家でもできるから家庭的で安心感ありますよね。絶対外さないおつまみ選び大事。もう全部おいしい。今日もホテイちゃんは最高でした。ごちそうさまでした。にしても安い。さあ御徒町へ来たら絶対に負けられない欲望の戦いがあります。蒙古タンメンを食べずにして帰るべからず。私はごもみ五目味噌タンメン、旦那さんは特製カラフト丼ご飯 400g。 この2つは都度調理メニューです。中華鍋で作ってくれるものなので店舗によって違いが出るのも中本ファンにとっては嬉しいです。中本の旨辛に紅生姜が合うんですよ。特にカラフト丼にはマスト。お酢大好きマンの旦那さんにはたっぷりめが好みです。今まで出会ってきた旨辛な食べ物の中で中本は特に中毒性が高い。暑い真夏に旨辛の中本で汗かきながら食す幸せ。残り少ない今年の夏もまだまだお世話になります。ごちそうさまでした。ご視聴ありがとうございました。この動画が良ければチャンネル登録、高評価いただけると励みになります。コメントもお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。リクタビでした。またね。